ジョージ・コッタラスは、カナダ連邦オンタリオ州、スカーバロー出身の元プロ野球選手、右ト左打、ギリシャ系カナダ人、カテラスという姓は日本語メディアでは、コッタラスと表記されることもある。幼少期は、オンタリオ州マーカムで過ごす。トロント・ブルージェイズの本拠地球場スカイドームが車で30分ほどの場所にあり、コッタラスは、ブルージェイズのファンとして育つ。カナダでは、 アイスホッケーが国技とされているが、コッタラスは、マーカム地区では珍しく、アイスホッケーをプレーしていない。保守になったのは15歳の時のことで、チームで保守を希望する選手がいなかったためコッタラスが、務めることになったのがきっかけ。2002年、MLB ドラフト20巡目で、サンディエゴパドレスから指名を受けたが、大学に出席するため契約がまとまらなかった。 2003年5月26日にようやくパドレスと契約。ルーキー級アイダホホールズパドレスで42試合に出場し、7本塁打24打点1盗塁、打率259だった。2004年に A 級フォートウェイインティンカップスで78試合に出場し、打率310オプス876の好成績を残す。ギリシャ系カナダ人であることから、 同年8月のアテネゴリンでは一類主権保守としてギリシャ代表入り。英語しか話せないギリシャ系アメリカ人がほとんどを占める代表チームにおいてギリシャ語を話すことができる。コッタラスは通訳の役割も果たす一方、21日のイタリア戦では選手として5打数3アンダ2打点を挙げてチーム大会唯一の勝利に貢献した。2005年11月17日に パドレスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。12月には、ベースボールアメリカ誌のパドレストッププロスペクトで2位に、選出された。2006年のスプリングトレーニングでは、コッタラスのスイングが、彼の子供の頃の憧れの選手だった通算2239安打の高打者、ジョン・オルルドに似ていると、監督のブルース・ボーチーに高く評価された。同年には、 トリプル A 級ポートランドビーバーズへ昇格した。2006年9月5日に8月31日に成立したトレードの後日発表選手としてボストンレッドソックスへ移籍した。移籍後は AA 級でプレーオフに進出していたポートランドシードックスに合流し最初の2試合で本塁打を1本ずつ放った。2007年3月11日にレッドソックスと1年契約に 合意。この年は、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスで87試合に出場し、9本類打39打点1投類、打率241だった。2008年は、トリプル A 級ポータケットで開幕を迎え、打率243ながら22本類打と長打力を見せた。9月8日にメジャーへ昇格し、9月13日に行われた。 トロントブルージェイズとのダブルヘッダー第1試合でメジャーデビュー。7回裏の初打席は振り逃げで出塁した。その後2試合に出場、メジャー初安打を放ってシーズンを終えた。シーズン終了後、聖保守ジェイソン・バリテックが FA となったが再契約した。しかし、ナックルボールを投げるティムウェイクフィールドの専属捕手を務めていたケビン・キャッシュが対談したため、レッドソックスは キャッシュの後継者にこったらすを指名した。2009年は前半戦終了時点で、ウェイクフィールドの登板17試合すべてに先発出場。この間にウェイクフィールドは11勝3敗を記録し、42歳、メジャー17年目で初のオールスターゲーム選出を果たしている。この年は45試合に出場し、1本類打10打点、打率237だった。 2009年11月18日に、ウェーバーで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2010年は、ルーキーのジョナサン・ルクロイと、正保守争いを行い、67試合に出場。9本塁打26打点に盗塁、打率、203だった。201年2月11日に、ブルワーズと1年契約に、合意。開幕後は9試合に出場したが、 4月21日に40人枠を外れトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格した。6月15日に再びブルワーズとメジャー契約を結んだ。9月3日のヒューストンアストロズ戦ではサイクルアンダを達成した。この年は49試合に出場し5本類打17打点、打率252だった。 オフの12月12日にブルワーズと70万ドルの1年契約に合意した。2012年は開幕から58試合に出場したが3本塁打12打点打率209と振るわず7月26日にディフェとなった。2012年7月29日にファウティノ・デロス・サントスとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。 移籍後は27試合に出場し、6本類打19打点、打率212だった。2013年1月14日にアスレチックスと1年契約に合意したが、1月16日にアスレチックスがジョン・ジェイソを獲得したため、ディフェとなった。2013年1月25日にウェーバーでカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズでは十六試合の出場で、 5本類打12打点1盗塁打率。180と結果を残せず、オフの11月21日に DF となった。2013年11月26日に金銭トレードでシカゴカブスに移籍。12月3日に107万5 0ドルの1年契約に合意した。2014年3月26日に放出され、4月3日に クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。同年は、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズで開幕を迎え、5月3日に、インディアンスとメジャー契約を結んだ。昇格後は4日のシカゴ・ホワイトソックス戦に出場し、3打数にアンダに打点1死球と活躍したが、6日に、ディエフェとなり、11日に、トリプル A 級コロンバスへ降格した。 27日に2番手星も兼ねていた、小ゾール一種のカルロス・サンタナが、故障者リスト入りしたため、インディアンスとメジャー契約を結んだ。昇格後は9試合に出場したが、7月7日に、再び、ディエフェとなった。2013年7月11日に、ウェーバーで、セントルイス・カージナルスへ移籍した。移籍後は4試合に出場したが、26日に、ディエフェとなり、 二十九日に放出された。二千十三年八月七日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。九月にセプテンバーコールアップで昇格し、九月十七日のボルチモアオリオールズ戦で遺跡後発出場した。ブルージェイズでは四試合で無安打に終わった。シーズン二三では三チームで計十八試合に出場。これは自身のメジャーデビューイヤーの二千八年に次ぐ。 少なさだった。アンダー7も同じく自己ワーストニーだが、うち3本が本類打であり、長打率500以上を記録した。オフの10月3日に40人枠を外れ、マイナー契約を拒否したため、FA となった。2013年12月18日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2015年8月3日に自由契約となった。 2015年8月5日にブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。2017年2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。ありがとうございます。